何ですかね、何隠してるんでしょう、ねえ、これからあのガンシャンが来るからちょっとこれ渡そうと。あ、ちょっとどうしたらいけないので預かっときます、ね、あ、いや、この後ガンシャンに渡すんで。はい、じゃあ見せよう。はい、じゃあこれとこれは私が持つんで一緒に取りませんか。うん、ちょっと待って、ちょっとお願いしていいですか。はい、お願いします。でもこれこれね、もうこれもうアニメ終わっちゃうけど、ね、またアニメやった時にこんな感じに輝いてほしいっていう、そういうのが込めて書いたんです、ね、すごい持ちたい。あんまり、まあ、じゃあ私が持ちましょう。ちょっとじゃあツーショットでまたお願いします。うん、どうね、ガンシャン結構お金かっぽい持ってそうだから、ちょっとお年玉が欲しくなっちゃうんですよね、お年玉。逆に私がプレゼント、お年玉、んどういうこと、んお年玉はくれないんですか。ダメなの。私が、あ、何だろう、んー、あ、でも今週ほど財布があるんですよね。どうしよう、んー、また来年ってことでいいんですか。来年ね。まあ来年ね。すいません、いや、また来ます、ね。はい、どうもこんにちは。じゃあ、シールまた貼っちゃいますか、これ、ね、じゃあまた2枚いいですか。うん、よいしょ。じゃあもう1枚いきます。はい、 OK です。じゃあどうしよう、じゃあまた、あ、今度はまた一人でいいですか、スジトランスになって、うん、美しい感じで。じゃあ行きます。はい、チーズ。うん、じゃあまたね。あ、うん、せっかくだからこれなんか一緒に持ちませんか、これ。よし、よし、これで、あの、ガンシャン持てますか、どっちか、こっち似てない。じゃあちょっとそう、お兄さん持ってほしいんだよね。あ、両両方、こっちの方ですか。そう、一緒に写真撮りたいよね。じゃあお願いします。はい、はい、どうね、最後にあのちょっと頼みがあるんですけど、尻尾って触らさせてもらえないですか。うん、耳は。ありがとうございます。結構柔らかいですね。うん、じゃあ、ね、これからもね、あの来年もお祝いするんでよろしくお願いします。あ、そうだ、ギュッとさせてもらえないですか。あと最後に。じゃあまた。